アニノの挑戦状が任天堂スイッチで蘇る。ゲーム実況の元祖ゲームセンター CX から誕生したアニノの挑戦状、その続編アニノの挑戦状2、人気を博した2作が一つになって新要素も加わり任天堂スイッチに登場。ゲームセンター CX アニノの挑戦状1-2リプレイ。プレイヤーは80年代にタイムスリップ、当時のゲームシーンを追体験していく。幅広いジャンルのレトロ風ゲームを収録。ガラクリ扉を駆使してさらわれたお姫様を救い出す横スクロールアクションハグルマン。あの頃みんなが夢中で大冒険を繰り広げた王道 RPG を再び、ガリアクエスト。爽快感あふれるドリフトテクニックを駆使して最速ラップを目指せ、ラリーキング。番組スタッフ多数出演、ゲームセンター CX 工業の七不思議に迫る本格推理アドベンチャー課長は名探偵。他にもシューティングや横スクロールアクション、落ち物パズルなど遊べるゲームは20種類以上。くれ。80年代から90年代にかけてのレトロゲームを象徴するさまざまなジャンルを幅広く収録。さらにハードの進化に合わせパワーアップした続編が次々とリリース。もし行き詰まっても安心、読み応え十分のゲーム雑誌を見ればどこかにヒントが。そして本作で追加された新要素にも大注目。まずはお裾分けで2人プレイが可能に。落ち物パズルゲーム「トリオトスデラックス」では白熱の対戦プレイが。やばい、連鎖を決めて相手を追い込め。あ、勝ったイエーイ。シューティングゲーム「ガンデュエル」では協力プレイ、力を合わせて強敵に立ち向かえ。やった、やったイエーイ。また一部ゲームではオンラインランキングを搭載、全国のプレイヤーと腕前を競おう。そして今回の目玉、レトロ風ゲームの完全新作タイトルを収録。その名も炎の格闘サラリーマンヤッタロウ。若き熱血サラリーマンのヤッタロウが街中で奮闘するベルトスクロールアクションアドベンチャー。マジ大人のたしなみ名刺交換をすればヤッタロウがパワーアップ。番組スタッフも登場。待ち受ける強敵たちを倒せるのか。勘弁。新作ゲームや新要素を追加して蘇る。遊び応え十分の任天堂スイッチソフト、ゲームセンター CX アニノの挑戦状ワンツーリプレイは2月22日発売。今の君にクリアできるか。さらに撮り下ろしの新作映像を含むアニノの挑戦3タイトルが入った DVD 同梱版も同時発売。 DVD 限定筋肉マン筋肉性大井争奪戦、激闘に次ぐ激闘、その結末やいかに。いいだい、マッスルリベンジャー。さらに大好評だったアニノの挑戦おいしんぼ究極のメニュー3本勝負とゲームオーバー多いな。バックランドの2作品も収録。もう一丁あんの、その1飛んでくる。 DVD 同梱版は初回限定生産につき予約をお忘れなく。早期購入特典にはアニノ課長オリジナル名刺、バンダイナムコエンターテインメントバージョンがついてくる。さらに限定グッズが当たる抽選番号も。遊びストアで購入した方にはこちらの特典も。詳しくは公式ホームページをチェック。